リバプールに所属するギリシャ代表 DF コスタ・ツィミカスは代表チーム合流後の検査に新型コロナウイルスの陽性反応が検出されたと見られている。今シーズンのリバプールダゾーンでいつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見実施中、ギリシャ代表は現地時間3日に UEFA ネーションズリーグのスロベニア代表とのアウェームを戦ったが、ツィミカスはこの試合を欠席。当初は体調不良のためメンバーから外れた、報じられていた。ギリシャサッカー連盟は大チームのメンバー1人から新型コロナウイルスの陽性反応が検出されたと発表したが、陽性なったものの名前は明かしていない。ギリシャ、スポーツ24、それがツィミカスであると伝えている。ギリや代表は6日にはアウェーでのコソボ代表戦戦う予定。陽性となったもの以外のメンバーは微検査を受けており、その結果を待ってから祖母へ移動すると説明されている。現在24歳のツィミカスは、今年夏にオリンピアコスから渡る金1175万ポンド、約16億6000万円でリバプールに加入。先、末に行われたコミュニティシールドのアセナル戦ではベンチ入りしていた。両。